don't kid around, but there's something about you, something about you I like, about you I like。 皆さんこんにちは、アツヤです。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。はい、というわけでですね、今日はもうタイトルにもある通りなんですけども、こちらですね、イヤーファンさんが出ているイヤーファンウェーブプロについてご紹介していきたいと思います。でこちらのヘッドホンなんですけど、まあ先に結論も言ってしまうと、予算1万円以下、もうなんなら 7,8 千円ぐらいで、まあ、とにかく普通に使えてすごく便利なコスパのいいヘッドホン探してる方、もう皆さんこちらでいいと思います。もう音質ギュンギュンにこだわってきたいぞっていう方以外に関しては、もう全員これでいいんじゃないかなって思えるほどの出来だったので、こちらのねヘッドホンぜひですねちょっと興味を示していただきたいなと思っております。まだね何のご紹介もしてないんですけど、僕が感じたこのウェーブプロのまあ評価的なところ、ちょっと評価するとこんな感じになっていて、もうね見てもらってわかる通り、まあ品質、音質、利便性、コスパプラスアルファっていったところも含めてね、めちゃめちゃねいい評価ついてると思うんですけど、まあなんでねこんな評価になっていくかってところをね、それぞれのねジャンルごとにお話していきたいと思いますので、ぜひともね最後までご視聴いただければと思います。はい、それではね早速いってみましょう。はい、というわけでね、早速、中身出してみたものがこちらの、ヤーファーさんのウェーブプロになっております。見てもらってわかると思うんですけど、こちらね1万円以下で買えるヘッドホンにしては、まあ、すごいねあの高級感あふれるというか、本当にこれ1万円以下ですかっていう感じのヘッドホンなんじゃないかなと思います。ひょっとしたらねご存知ない方のために話していくと、イヤーファンさんというのはですね、まあコスパにかけてはもうとにかくズバ抜けているメーカーさんだと思います。安かろう悪かろうなんていうね言葉ありましたけども、まあそれをねもう逆行していくメーカーさんですね。まあ、僕もねいくつかあのイヤーファンさんのイヤホンの方ですね、完全ワイヤレスイヤホンいくつかご紹介をさせていただいてるんですけど、本当ね聞かせていただくたびに、これ本当に高額でいいんですかみたいなことをまあ訴えかけてきたんですけども、まあそれでもね相変わらずこの新しく出たヘッドホンもまあ本当にこの金額でいいんですかみたいな評価のヘッドホンとなっておりました。ちょっとねお値段のところばっかりちょっとフォーカスしてねお話ししちゃってますけども、こちらのねイヤファンさんが作るヘッドホンであるとかイヤホンっていうのはですね、まあ、とにかく音質も品質も非常にいいんですよね。もう値段に見合わないものが備わっております。はい、というわけでね早速中身の方を見ていきたいと思います。はい、まずね外観、ハードウェア、仕様についてなんですけども、こちらね、先にねちょっと前提からお話していくと、今2022年のまあ3月末なんですけど、まあその時点で、ファームウェアのね、バージョンが 0.3.4 のバージョンでね、この後もご紹介していこうと思っております。色はね、まあ、完全なブラックっていうかは少しグレーみがかったヘッドホンとなっておりますね。で、このサイドの部分にはですね、こうちょっとロゴがですね、ちょっとこう金属調のものであしらわれていて、非常にね、こうちょっとクールな見た目になってるんじゃないかなと思います。こちらのね、ヘッドホン自体については、この部分にね、アジャスターもついているので、大体どんな人のね頭にもフィットするんじゃないかなと思います。僕もね結構頭大きい方なんですけど、まあ、これね全然余裕ではめることができました。でね、このクッション性っていったところなんですけども、まあ、この上の部分と、まあ、当たり前ですけどこの耳の部分に、それぞれねかなり柔らかいクッションがついています。まあ、僕ね今までかなりいろいろなヘッドホン使ってきました。まあそのね昔バンドとかもやっていたので、コードありのねヘッドホンとかも数含めるとですね、もう十何個ぐらい使ったことがあるんですが、これはね、ほんと過去一ダントツぐらいで柔らかい優しい感触がありますね。この本体部分の、まあ、物理ボタンなどなどなんですけども、まあ、こちらにね、電源ボタン、音量ボタンで、こちらにねノイズキャンセリングどうしますかの、ボタンがあります。でここに 3.5 ミリのジャックがありまして、これ有線でもね使うことができるっていった機能が、この、右側のね方についております。で左側の方になると、こちらね USB-C のポートがついていて、この USB-C でね充電することができる形になっております。で、こちらのヘッドホンのドライバーサイズになってるんですが、まあ、40ミリのねダイナミックドライバーを積んでるっていったところで、まあ、普通のね、イヤホンって、まあ、10ミリがいいとこなんですけども、まあ、それのね4倍以上サイズがあるということで、かなり迫力のあるサウンドを聞くことができます。でね、もちろんなんですけども、まあ、ノイズキャンセリング機能であったりとか外音取り込み機能であったりとかノーマルモードであったりと、まあ、3種類のモードに切り分けて使っていくことができます。
まあ、ノイズキャンセリング機能についてはマイナス45デシベルのね、ノイズをキャンセルすることができまして、このねヘッドホンというね性質上こう遮音性も高いので、まあノイズキャンセリング機能については結構高いなと思っております。バッテリー性能に関してはノイキャンなしで連続再生時間80時間、ノイキャンありで55時間となっており、とんでもないバッテリー性能を持っています。で、対応コーデックについてはこちらね SBC-AAC に加えハイレゾ音源である、まあ、LDAC にも対応しております。で、マルチポイント機能にももちろんついてるんですけども、先ほど言ったね LDAC のね、接続をしてしまうとそのマルチポイントが使えなくて、まあ、シングルでね使っていく必要があるっていったところは少し気をつけないといけない点になっております。はい、じゃあねちょっと実際つけてみるとどんな感じになるかってところなんですが、つけてみるとねこんな感じになっています。おっとノイズキャンセリングがついてて全然聞こえない。まあ真正面から見るとねどんなヘッドホンでも大体そうなんですけど、まあちょっとねこの耳の厚みがある感じになってますが、で首にかけた時はねこんな感じになっていて、まあ結構かっこよくないですか。僕ねこのヘッドホンかけるファッション的なところも結構好きなんですよね。まあこれからね結構あったかくなってきたりもするので、まあこの辺も結構重要かなと思ってちょっとお話してみました。もう一回つけてみましたけど、あのさっきねクッションの話したと思うんですが、非常にねこの耳とこの頭部分がまあ柔らかい何かが当たってるなって感じることができます。この側圧ですね、このヘッドホンがこの頭を締め付けるまあ強度みたいなところなんですけども、まあかなり柔らかい方だと思います。全然ねあの長時間つけていてもあのもうクッション性もあるし、この側圧っていったところも優しいっていったところから、まあ頭痛いなみたいなことになることはあんまりないんじゃないかなと思います。外観ハードウェアねだいたいこんな感じなんですけども、冒頭からねコストが安いみたいなことをたくさん話させていただいてますけど、こういったね、安いデバイスであるあるっていうのが僕の中で4つあってですね、1つが音声が断線しやすいと、ブツブツ切れやすいっていったところ、結構安いやんはあるんですけど、まあ、このねイヤーファンのウェーブプロについてはいろいろ使ってきましたが、そういったことはほとんどなかったですね。ちょっとゲームモードにすると結構切れやすかったりするんですけど、オンにしなければもうね音声がブチブチ切れるってことはなかったです。で、あとね安っぽさですね、安っぽさもうどうでしょう、これまあ個人の主観にはなると思うんですけど、まあ今までね使ってきた、まあ、高級めのヘッドホンとかと比べても遜色ないものと言ってもいいんじゃないかなと僕は思いました。で、3つ目ですね、耳のクッション性ですね。で、先ほどお話しましたけど、直接ねこう機械の部分が直当たりしちゃうようなものも中にはあったんですけど、まあこれはね先ほどお話した通りクッションがものすごい肉厚なんでそんなこともありません。で、あと最後に音質なんですが、まあ、安いイヤホンはねもう本当にどんな音楽を聴いてもラジオを聴いてるような音質だったりしますが、これはねまあまあ良かったんですよね。はい、じゃあちょっとね音質のところについてもちょっとフォーカスしていきたいなと思います。はい、続けてね音質のところなんですけども、先ほどねドライバーサイズだったりとかコーデックとかいろいろお話はしましたが、僕個人の主観でこの音質どうだったかなっていうのをお話しすると、いい意味でも悪い意味でもすごいスタンダードだと思いました。高音が強すぎるってこともないし、中域が強すぎるってこともないし、まあ、低音がね低すぎるってこともないですしっていった感じで、まあね本当にまあスタンダードな音質だなと思いました。で、後でねご紹介するんですけど、まああのねアプリの方でその辺のねイコライザー、この低音強めとか中音強めとか高域強めとかね、そういったことがアプリの方で選択できたりもするので、通常のね音質っていったところはスタンダードぶりなこのカスタマイズがされてるんじゃないかなと思いました。こういうヘッドホンにちょっと求めていきたいものっていうのは、一般的にこう CD 屋さんとかで視聴する時の、まあ、聞いた時に聞けるようなちょっとびっくりするようなね音質を求める方が少なからずいらっしゃるんじゃないかなと思います。とはいえですね、そういったあのヘッドホンってめちゃめちゃいいヘッドホンなんで、まあね、あのこうワイヤレスイヤホン結構聞いてきましたけど、そういうね CD 屋さんの音質に届くものっていうのは基本ないんですよね。こちらも同様に、まあ、そういったね、びっくりするような音質だったってことはないんですけど、かといってねがっかりするような音質でもなかったので、すごいね万人受けする音質だなと思いました。で、音質のね改造っていったところで、イコライザーを設定できますが、僕の場合で言うと、まあ、ロックをね一回プリセットで選んで、そのね
低音強いのが僕大好きなので、低音をねもうマックスまで上げるみたいな感じにして、楽しんでいるヘッドホンになっておりますね。さらにね音質を高めるために、まあ、LDAC といわれるね通信規格で、スマホとね接続することもできます。僕はね普段ね Android のスマホを、メインのスマホとして使っているので、まあ、LDAC のね通信が使えるのでちょっと使ってみたんですけども、まあ、確かにね、その音圧の広がりでやったりとか、まあ、音質がねすごい高まったような感じはしました。したんですけど、まあね、その Android のスマホじゃなくて、まあ世の中結構 iPhone の方が一般的じゃないですか。iPhone だとね、残念ながらその LDAC っていう通信機能を使えないんですよ。まあそれに加えですね、あのマルチポイントって言われる2台のデバイスをまあ同時に接続できるみたいな機能もあって、まあ、それもね、ちょっと使えなくなっちゃうので、僕は結局ですね、LDAC っていう通信はあんまり使っておりません。先ほど話した通り、まあ、iPhone がね結構ベースとなった、サブスクになっていたりするとですね、まあ、そもそもサブスク側の方で、まあ、音質であったりだったところが、まあ、制限されていて、スマホとそのヘッドホン側でいくらね通信の量を増やしたところで、その手前のところで通信の量が少なかったりすると、まあ、その恩恵に預かりにくかったりっていうね、ちょっとね寂しかったりする仕様だったりするので、まあ、僕はね、マルチポイントの方を優先で使っております。で、音質っていったところで、まあ、スピーカー的なね、機能は先ほどお話した通りなんですけども、このヘッドホンね、マイクもついているので、マイクのね、音質のところもお話しておくと、まあ、ショットガンマイクでね、この音声、お話してるんですけども、こちらのね、ヘッドホンでお話したイヤホンだと、どんな感じになるかっていうのをお話しておくと、今ね、こちらのスマートフォンと、こちらのウェイプロ接続して、このウェイプロのマイクを使って音声を収録しております。僕の音声聞こえてますでしょうか？どんな感じで聞こえてますでしょうか？こんな感じがね、この Wave Pro のマイクの音質なんですけども、まあ今この部屋ね、当然ね、雑音はほとんどないような場所になっているので、音質としてはね、結構いい音質だったんじゃないかなと思います。参考にはなるんですけど、新宿のね、とあるカフェで、ちょっと音声収録してみた、音源もあるので、そちらも聞いていただこうかなと思います。はい、現在イヤーファンの Wave Pro を使って、音声マイクを収録しております。現在、新宿のカフェの中で、まあ、雑音がかなりある場所で、音声を収録しております。声聞こえておりますでしょうか？いかがでしょうか？こちらのヘッドホンにはですね、5機のマイクが搭載されていて、まあ、AI のね、通話ノイズキャンセリングっていった機能も搭載されております。まあ、そのノイズキャンセリング機能が知って、ちょっとデジタル音っぽいね、音声になってるっていったところが、まあ、ちょっと感じ取れたかなと思います。まあ、そのね、新宿のカフェとか、そういったちょっと周りがざわついているところで、まあ、会議すると、まあ、ちょっとこんな感じの音質になるんだなってところは、ちょっと頭の片隅に置いといてもらうといいのかなと思いました。はい、続けてね、品質のところですね。品質については、3つお話しさせていただくと、まずですね、まあ、接続性っていったところに関しては、すごく接続性はいいと思います。通常のね、接続モードで使っていく分には、まあ、接続がね、ブチブチ切れるっていったところはもうなかったので、ここに関してはね、すごくいいなというふうに思いました。まあ、安いイヤホンとかだとね、この右耳と左耳の、もうそもそものそっちの接続切れちゃうみたいなことがあったりして、まあ、正直ね、使えないんですけど、これに関してというよりか、まあ、イヤーファンさんの、ヘッドホン、イヤホンに関しては、そういったことは基本ありませんでした。で、あと品質のね、評価二つ目なんですが、まあ、この見た目の、まあ、ラグジュアリー感っていったところなんですが、まあ、どうなんでしょう。僕が見た限りでは、かなり高い方の、見た目、かっこよさになってるんじゃないかなと思っております。で、三つ目がですね、サポート体制ですね。サポート体制も非常に高いです。こちらね、ちょっと付属品にもなるんですけども、まあ、このね、サポートに関する内容はこちらの中に書いてありまして、24時間のね、サービスサポートであったりとか、30日のね、返金保証であったりとか、まあ、18ヶ月のね、返品機能っていったところもついているっていう感じになってますね。で、この、ね、裏の方には、まあ、24ヶ月までね、その製品登録をすることで、まあ、延長保証を受け取ることができるっていったものになっていて、まあね、非常にこのサポート面っていったところもかなり手厚いね、ものになってるんじゃないかなと思います。で、次にね、利便性のところですね。はい。こちら、4つの観点の話していくと、まあ、1つはですね、マルチポイントに対応しております。デバイスの方からね、切り替えることなく、まあ、音声をね、流した方でいい感じに流し分けてくれるっていった機能になりますが、こちらでもね、見事搭載されておりまして、使っていく分にはね、全然その切り替えていったところもスムーズに切り替えておりました。続けてね、アプリっていったところになりますが、今ね、こちらの方に、アプリのね、画面出させていただいておりますが、イヤーファンさんのね、アプリ、非常にいろんなことができます。
ます。今ね、概要取り込みモードになっておりますが、まあ、こちらのね、真ん中の人のところをね、押していくと、まあ、ノーマルモードであったりとか、ノイズキャンセリング機能、深いモードだったり、まあ、快適なノイズキャンセリング、まあ、ちょっと弱め、優しめのノイズキャンセリングであったりとかを、まあ、切り分けていくことができるって感じになってますね。ちょっと下の方に行くと、ゲームモードっていったものがありまして、まあ、こちらを使っていくとですね、かなり低遅延な接続をすることができます。で、下に行くとですね、イヤファンのイコライザーですね、プリセットのね、状態で、まあ、ロックなりポップなり、カントリー、R&B、様々なね、プリセットが登録されていて、先ほどのお話ししたね、僕のカスタマイズの、イコライザーっていったところも、まあ、ここにセットされている感じですね。こちらね、先ほどの物理ボタンを使うことによって、ノーマルでね、の音量を上げるであるとか、次の曲に送るであるとか、まあ、ノイズキャンセリングを切り替えていくとか、そういったね、ことをできるようなものになっております。そのデフォルトからこういう風に切り替えていくこともできて、それがですね、こちらのアプリの方で例えばクリックした時に現在ね、音量を上げるってなってますけども、次の曲にしたいぞってなったら、この次の曲のところにチェックを入れて、まあ、戻ってあげれば変更していくことができるって感じになってますね。まあ、ちょっと音量を上げるのが僕はちょっと嬉しいので元に戻しますけど、最初のノイズキャンセリングモードの変更のところが、長押しで確か何もなかったんですけども、僕で言うとですね、Amazon さんのあの AI アシスタントを使って、呼び出せるような感じのものにしております。でね、メイン画面からはね、そんな感じのことができるんですけども、この右上のね、歯車の場所からは、このファームウェアのアップデートであるとか、先ほどお話した LDAC のオンであるとかオフの切り替えをすることができたりします。デュアルダブアス接続ってやつですね。これはね、先ほどお話したマルチポイントの接続と同意義なんですけども、こういった形でですね、デュアルデバイスの接続をオンにするのかオフにするのかっていったことも切り替えることができます。まあ先ほどお話した通りですね、LDAC との両立はできないので、その点は覚えておいてください。まあそれ以外にもですね、自動電源のオフであったりとか、初期設定に戻すであるとか、かなりいろんなことができる、アプリとなっていて、この辺ね、かなり、利便性が高いと言える、ポイントなんじゃないかなと思っております。続けてね、コスパのところですね、お話ししていくと、現在、2024年の3月の、時点のお話にはなっちゃうんですけど、Amazon さんでね、定価の価格が9900円となってるんですけども、このねイヤーファンさんっていうのはセールの時にはほぼ必ず、セールを対応してくれます。なんでだいたいねこちら 7,000-8,000円で買えちゃうんですよ。まあ、正直ね9900円の時点でも結構おかしいなって思う部類なんですけど、そこからね割引をした場合においてもっとおかしくなるっていったところが、まあ、結構ヒリヒリしますよね。はい、この金額でね買えちゃうヘッドホンがですね、こんなに機能搭載してるのってねやっぱおかしいんですよね。イヤーファンさんのねこの、デバイスのレビューしてるとだいたいこんな感じになります。これ原価率がどうなってるんですかね。いやそれにしてもねコスパは本当に高いヘッドホンだなと思います。で続けてねプラスアルファですね、まあ、他のデバイスにはおそらくない、プラスアルファ尖った部分っていったところなんですけども、まあ、一つね結構大きいのがあるんですよ。こちらですね、こちらね付属品になるんですけど、イヤーファンウェブプロの標準で付いているセミハードケースですね。こちら開けてみるとねこんな感じの見た目になっていて、このね材質の方はですねほんとセミハードケースっていった感じで、このねかなり頑丈な作りになっております。でこれはねここに、まあ、L とか R とか書いてあると思うんですけど、こんな感じでねヘッドホンを収納することができて、このね大事なヘッドホンをまあいろんなね衝撃から守ることができるっていったようなセミハードケースが標準で付いちゃってるんですよね。いやこれすごいですよね。でこのね右上の部分にはこのメッシュポケットついてると思うんですけど、充電用のね USB-A to C のねケーブルが入れられたりとか、先ほどね有線接続ができるとお話しましたけども、3極のねステレオケーブルがついていたりします。もちろんねこれ僕が別で買ったわけじゃなくて標準でね添付されていたものになっていて、その辺もねこのセミハードケースの中に収納することができるっていったものになっていて、まあこれはねやっぱコストがどんどんおかしいっていう方向に転がっていきますね。はい、であともう2つお話しておくと、こちらね充電時間がめちゃめちゃ早いんですよ。10分充電するだけで10時間使えるっていったようなね、性能表記がありまして、これもすごいなっていうふうに思いました。
はい、もともとね80時間ぐらい使えるっていったところもあるんですけど、10分ね充電しただけで10時間も使えちゃったらね、本当にこちらのね電源が切れることって、まあ、そうそうないんだろうなっていうふうに思いました。はい、で最後にねこういったレビューの時にはねフラットにお話したいので、気になるところですね、まあ、こういったところが気になる方は、まあ、この Wave Pro についてはまあちょっと向かないかなっていったところをお話ししておくとですね、4つ、挙げさせていただいてまして、まあ一つはですね、このヘッドホンというものに対して、まあ、極上の音質でね、音楽を体験したい人のが、まあ一つ目になりますかね。最初の方でお話した通り、まあ、そのどんなね、ワイヤレスイヤホンでも、なかなかね、そこの極上の音質ってところまでは、まあ、僕個人的にはたどり着かない領域かなと思うので、まあ、そこを求めるのもちょっとどうかなとは思うんですけど、まあ、極上の音質をヘッドホンに求めていきたいんだって人に関しては、まあ、ちょっとね、Wave Proはやめといた方がいいかもしれないですね。はい。で、二つ目はですね、こう、速圧がかなり優しめってお話をさせてもらったんですけども、まあ、その辺もあって、このヘッドホンを使って、まあ、激しいスポーツとかをしたい人なんかも中にはいらっしゃると思うんですよ。ちょっと僕はあんまわかんないですけども、まあ、自転車の競技であるとか、スケートボードであるとか、そういったね、こととかをされてる方はね、使ってるところ結構見たことありますが、まあ、そういった方に向けてはね、この速圧が緩いっていったところもあって、吹っ飛んでっちゃうことがあるかなと思うので、まあ、そういった方にもちょっと向きにくいかなっていうのは思いました。で3つ目はですね、ゲームモードですね。ゲームモードが結構切れやすかったりします。はい。なんで、まあ、本当に一時的な仕様でゲームモードを使っていく分には、まあ、問題ないかなと思うんですけど、本当にね、そのゲームをもう何時間もやるんだという方であるとか、動画編集の時間が結構長いとか、そういった方に関しては、まあ、あんまり向かないかなって思いました。なんで、ゲームモードにすごい多大なる期待を込めてっていう方に関しては、まあ、ちょっと Wave Pro は向かないかなっていうふうに思いました。最後にですね、4つ目は、まあ、これは向かない人っていうよりかは、僕が本当にちょっと個人気になるところだったんですけど、先ほどねマルチポイントの接続できますって言ったところでアプリの方のね画面もお見せしたと思います。で、今下の方に出てると思うんですけど、このね、下の方の数字の羅列なんだかわかりますか？これね、接続しているスマートフォンであるとかの、機器情報なんですよね。これが例えばこの、なんちゃらかんちゃらはうちのスマホなのかな、このなんちゃらかんちゃらはパソコンなのかなっていうのが多分ね、わかんないと思うんですよね。僕もね、ロボじゃないので、このね、数字の列は、まあ、絶対覚えられる自信がないので、まあ、ここはね、結構個人的には気になったポイントでした。まあね、このアプリの方からね、こう、意図的に、このデバイスを切り替えるっていうのは、まあ、正直使用していく中で、まあ、1回か2回ぐらいしかなかったんで、目をね、詰めるところではあるかなとは思うんですけど、まあ、フェアにね、ちょっと評価していくために、ちょっとその点のところもご共有させていただきました。で、以上がですね、この Wave Pro の、まあ、評価。っていう感じになってくるんですけども、まあ、おさらいしておくと、まあ、こういう人におすすめっていうのはですね、とりあえず、まあ、使いやすい無難なヘッドホンを探している方、予算がね、1万円以下でヘッドホンを探していますっていう方、全員ですね。で最後ですね、3つ目が、まあ、バッテリーの長時間使えるといったところ、まあ、速圧がね、柔らかかったり、クッションが柔らかかったり、あと、聞き疲れしないっていうね、音質っていう観点から、まあ、長時間ね、こういうヘッドホンを使って、まあ、こういったね、ヘッドホン作業をしていきたい人ですね。以上はですね、僕が感じたこの Wave Pro の評価でございました。はい、というわけでね、いかがだったでしょうか。本日はですね、こちらのイヤーファンさんのイヤーファン Wave Pro について、たくさんお話をさせていただきました。ご紹介したね、商品については、まあ、概要欄にね、商品リンクのページ貼っておきますので、もしね、この動画の中で、少しでもね、気になっていただけた方いらっしゃいましたら、まあ、ページ飛んでみてね、詳細の方、ちょっと文字の方でも見てみてください。というわけでね、こんな感じで、このチャンネルベストレジャーでは、僕の最高の暇の時間を捻出したり、過ごしたりするための僕が大好きなですね、ガジェットであるとか、後ろにあるようなね、植物とかをご紹介しているチャンネルです。この動画もしですね、少しも面白かったよとか参考になったよって方いらっしゃいましたら、高評価、チャンネル登録、コメントなどなどお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いできたら嬉しいです。ベストレジャーのアゼでした。バイバーイ。